上野の音楽学校で毎月開かれる明治音楽会の演奏会へ時々先生と一緒に出かけた。ある時の曲目中にカエルの鳴き声やらシャンパンを抜く音の混じった表題楽的なものがあった。それがよほどおかしかったと見えて、帰り道に西洋圏前をぶらぶら歩きながら、先生がそのグッグッグッというカエルの声の真似をしては、実に腹の奥からおかしそうに笑うのであった。その頃の先生にはまだ非常に若々しい書生っぽいところが多分にあったような気がする。自分の白いネルの襟巻きが汚れてネズミ色になっているのを汚いからと言って、